ゆっくりマリサだぜ。今回は、前回までのあらすじについて話していくぜ。突然、謎のじいさんから電話をもらい、どんなことから、釣りマスターを目指すことになったなのか。各地方で様々な魚を釣りつつ、着実に大会を勝ち抜いていた。そして、世界大会は日本の屋久島で行われることになった。果たして、世界大会でも優勝をつかむことができるのか。で、なんでマリサがあらすじを説明してるのよ。そりゃあ、ウプ主が生存報告をしてから1ヶ月経っても現れないから、代わりに解説してたんだぜ。で、ウプ主は、死んだんじゃないの。まあ、いっか、じゃあマリサとこのまま実況行ってみようかしら。そう来なくっちゃ。ちょっと待った、そう来ちゃいけないんだよ。主役をかけて勝負しろ、マリサ。望むところだぜ。はぁ。二人のバカが喧嘩してる間に、始めていきましょ。今回はミサンの関門海峡、元ネタは関門海峡のようね。全部で13種類の魚がいるんですって。おー、これで最後だー。あいつら、うっさ。く？あら、終わったの。それで勝負の行方は？よくぞ聞いてくれました。そりゃあもちろん、ボコボコに、されました。されたんかい？まあいいわ。とりあえず実況に戻るわよ。あいあいさ。まずはいつものメールです。おすすめの餌は磯目、ストローム氏、誤解だそうね。それと七色メバルという魚がいるそうですね。釣り上げるのが楽しみね。もう一通は釣れる魚とおすすめの餌紹介でした。砂潜りがおすすめのようね。まずはストローム氏を使っていきましょう。久々だからって、一発目から逃さないでよ。まさかそんな、腕がなまってるわけないですよ。このゲームはみんなが思ってる5倍、簡単なゲームですよ。さあ、かかったわよ。気を引き締めなさい。大物を釣り上げるので、首を長くして。腕がなまってる。予測可能回避不可能。さあ、今度こそ釣っていきましょう。はいはい、期待してます。期待してなさそう。そんなことはないわよ。綺麗にクラブ回収してくれることに期待しているわ。つまり期待していないということですね。そうとも言う。最初に釣り上げたのは、横島黒鯛でした。どの辺が横島なのよ。西洋ではわからないですが、幼魚の時に横島が現れるそうです。ふん、まあ変なこと考えてそうな魚ね。横島な考えですか。釣り上げたのは、右巻きでした。何この黄色い魚。こんなのが日本にいるの？確かに、私は聞いたこともない魚です。黒い模様が何か巻いてあるように見えますね。確かに、ボイスナロイドみたいな名前してるわね。そんな話してませんよ。続いておなじみ、サンマを釣り上げました。もうすぐ旬ね。気が早いですね。続いて釣り上げたのは、ヒラマサでした。でかい味みたいな魚ね。次は、バイガイを使って、赤い魚影を狙ってみましょう。それにしても、この辺の魚はみんな大きいわね。さっきのヒラマサも大きかったですが、もっと大きな魚もいるかもしれません。さて、赤い魚影の魚がかかりました。逃がさないようにしましょう。フラグね。釣り上げたのは、七色メバルでした。さっきの右巻きも色がすごかったけど、負けてないわね。左下のレア魚マークと完全一致してるじゃない。ザ、レアという感じで結構好きな魚です。もう背景とも同化してるように見えてきたわ。餌を砂潜りにしてみました。今回はハイペースで行くわよ。釣り上げたのは、黒メバルでした。何度か見たことあるわよね。どこで見たか覚えてませんが。だって前の動画9ヶ月前だもんね。9ヶ月前。そろそろ大きい魚を釣りたいですね。ほら、いかにもな大きさの魚が来、こやるのかい。釣り上げたのは、カレイでした。おなじみでど定番。餌を湯虫にして挑戦しましょう。わかりにくいけど、大きい魚が来てるわよ。さあ、久しぶりの大物、逃すわけがない。逃す人の言い分ですね。というか、もうゲームも後半ということもあり、一回一回の釣りが挑戦なんですよね。だから、カット早送り多めなのね。
あんまり見どころないと思うので、ご了承です。寝たいわね。釣り上げたのは、マハタでした。結構でかい魚ね。ただ想像を超えないわ。ダイオウイカとかと比べちゃうとね。そんなこんなで、一日終了です。お疲れ様。というわけで、二日目行ってみましょう。あれ、強化報告は？シャットか手間とか色々な理由によりなくなりました。本音は校舎ね。そんなことより、ついに全国大会が屋久島で開かれますよ。ついになのねって。そもそも日本で開かれるんだったら、世界を回る必要はなかったのでは。予選だったわけでもないようだし。まあ、腕を磨くために必要だったということにしておきましょう。どうも、会長です。今回はシーラ3匹の重量で勝負してもらいます。それじゃあ頑張ってね。またまた登場の会長です。ついに、世界で一番強い釣り師を決める大会が開催されました。人呼んで、全開地釣り大会。今年はコロ大魔王も参加しているようで、おじさんワクワクしています。さあ、世界チャンピオンの称号を目指して、全力で戦ってください。ふふ、ナンバーワンか。いい響きだな、ははは。せいぜい私を楽しませてくれ。ふふふ。あいつ、笑いだけでも盛られたのかしら。メールはシーラを狙うには、海洋ルアー、小魚、お使え、という内容でした。まあ、まずはシーラを手始めに釣ってみましょう。シーラって言えば、聞き覚えがある魚ね。漁師は思い出せないけど。結構有名な魚なので、見たら思い出しますよ。さあ、大物 BGM、逃しはしない。釣り上げたのは、シーラでした。ああ、確かに見たことはあるけど。こんなに黄色と白が入り混じった色だったかしら。調べた感じ、色は個体差があるようなので、ゲームの個体差もあるのかもしれないですね。ゲームの個体差というパワーワード。1時半までしっかり釣ったので、他の魚も釣っていきましょう。世界大会で手を抜く男。それとさっき、右巻き混ざってたわね。海洋ルアーで釣れちゃったんで混ぜました。今は5回を使って、シーラ以外の魚を狙っています。釣れたのは、ウマヅラハギでした。ハギイコールハギ。綺麗に剥けるから気持ちよさそう。続いて、赤玉頭を釣りました。赤玉頭です。この魚、めっちゃ美味しいらしいですよ。ああ、道理で金目鯛と見間違えたわ。手のひらドリルや。そんなこんなで終了です。ふふ、君もふふ、大物を釣ったようだねふふ。だが私も負けんぞふふふふ。何は露天年。だが真に私に勝ちたいと思うのならば、神と呼ばれる魚を釣ってみるがいい。私も釣ったことがないがな。なんで、大会のルールじゃない勝敗の付け方を提示してくんの。しかも今、その魚を釣ったやつはチャイマスターの称号にふさわしいふふふふ。私とこうして張り合うことがふふふできるお前なら、最高の釣り師になれるだろう。喧嘩を吹っかけられてんのかなんなのかよくわかんないのよ。この回は、大会後でもよかったのでは。またまたまた、会長です。今回の結果はこんな感じになりましたとさ。1位と2位の差は40キロ以上と、これぞ世界チャンピオンと言えるでしょう。1位の7日さん、おめでとうございます。ってことで、あっけなく1位になっちゃったわね。まあ、こんなもんでしょう。やあやあ、世界チャンピオンおめでとう。おじさんたちみんな、同じ声なの。まあ、どっちもおじさんだし。しかし、釣りマスターになるためには、信用探せか。よし、明日から探してみよう。というわけで、次回からは信用探す旅になるようです。やってることは某海賊漫画みたいなのよね。それでは今回の動画はここまでにしようと思います。ここまでのご視聴、ありがとうございました。